沖縄セルラースタジアム那覇。このグラウンド上では早くもバッティング練習が行われているところです。このバッティング練習の模様を見ながら、またブルペンからの映像もおそらく入ってくるはずです。そういったところを中心にまずお送りしてまいります。今バッティングケージには背番号44番ルーキーの佐々木が入っています。今日のジャイアンツのキャンプ発表されているメニューを見ますと、ウォーミングアップが終わりまして、キャッチボールが終わって、その後フリーバッティング、ランチを挟んでさらにフリーバッティングという練習メニュー、そしてピッチャーは今すでにもうブルペンでピッチングなどが行われているという状況です。今バッティングケージは背番号44番の佐々木、そして今ご覧のように外野背番号23番、この那覇キャンプから合流しました新外国人のオドーは、今は外野のポジションについてバッティング練習を見つめて、そして時折その打球に対して反応してと。